テレポビズ。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で去年12月から閉鎖していた都庁の南展望室が11月8日再開しました。新型コロナの感染者の減少を受けておよそ11ヶ月ぶりに一般に開放されました。都は一度に入室できる人数を100人程度に制限し、滞在時間も1時間程度とします。訪れた人が誰でも弾くことができる都庁思い出ピアノは1日計2時間演奏できる時間を設けます。北展望室はワクチン接種会場として使用しているため引き続き休室となります。